ワンピースをマジで最初に見た時の記憶を思い出してほしいのね。どう見ても主人公ルフィやんって思わない？まあ、そりゃそうだね、なんとなく主人公こいつやんって、はい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 、そう思う節が結構あって、はいはい、ある仮説を出したんですよ。はい、見たことないアニメでも主人公なんとなくわかるんじゃねっていう。あーなるほどなるほど、はい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 、今からおそらく見たことないであろうアニメのキャラをまあ 3,4 人ぐらい見せるの、はいはいはい、それでみんなには主人公こいつだっていうのを当ててもらいたい。なるほど、いやいやいや、いいっすね。そうそうそう、ドラゴンボールとかだとワンチャンベジータ間違えられそうだもん、本当に知らなかったら。まあ見た目は別に、まあ確かにね、あいつもこいつかっこいいはかっこいいし、まあ確かに、まあ結構シュッとしてるし、うん、あー確かに悟空が横にいなかったよね、うん、女物のアニメ結構難しくない？確かにむずいわ。女物はもう無理やね、結構むずいと思うよ。クイズ形式にして出そうと思うんで、はい、それを7つ用意しました。はい、外れた瞬間に説終わるわけでしょ。そうだね。そうだ。というわけで早速じゃあ第1問やっていきましょう。はい、はい、まずは普通にキャラクターだけ見てもらうわ。あー、はい、こちらです。うーわー、いきなり説壊せる。ちょっとこれいきなり説壊れる。1問目がね、一番わかりやすいです。え？マジで？もっと激しくなる。もっと激しいです。この A の方が可愛すぎてちょっと見たい。うわー。はい、さつきから、はい、B B、 はい、なんかかっこよさがあるのが B だけかなって思ってしまったね。なるほどね。まあまあ確かに僕も B です。お、 B、 パッと見た時 B でした。 B です。おお、 B、 A と迷ったけどね、はいはいはい、 B がすごい男だと思ったから俺は、うん、はいはい、青いのも込みで青がメンズを表してるのかなと思って。うん、主人公は B です。おめでとう。おお、それでいいんだ。へえ、このアニメはね、影の実力者になりたくてっていうタイトルのアニメなんだけど、うん、まあ主人公この子で、うん、まあ静かな性格の子なのよ、うん、はいはい、男？これ男です。ああ、そうなの。で、中二病なんですよ、むちゃくちゃ、うん、自分の想像した中二病の世界とかをずっと考えてて、あの魔王はこうやったら倒せるなみたいな、うん、そういうことを常に考えてるようなタイプ、うん、自分が想像してた悪の教団みたいなのも本当にいて、はいはいはい、そいつらとこうバトっていくみたいな、そういうアニメです。あ、面白そう。転生系？転生系だね。そう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 、最近バカみたいにやってるやつね。ああ、そうだね、そうだ、バカの失望みたいにやってる転生系ね。あ、転生系、うん、3年前がピークだったね。あれしか出てなかった。いや、マジでそう、マジで。2問目はこちらです。おお、でもおお、もうやばいの来たよ、ほら。うわ、これやばいな。オールレディーやばくない？オールレディーです、これ。うわ、これむずいな。え、これ、え、嘘でしょ。飛行部隊なんですよ。なるほど、はい、はい、そう、パイロット。盗賊が人々を襲う、うん、その盗賊を倒す人たちみたいな、まあ、その戦いを、バトル系では、まあ、バトル系では D です。 D、 はい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 。 A はね、上官とかなのかな。そう、キャプテン系だよね。そう、うん、なるほど、教えてくれる人なんだよ。うん、はいはいはい、まだ未完成な感じを普通主人公に求めるから、うん、まあ、それで言うと D なんだ。僕も D です。おお、いや、ほんとに正義で知らないよ。僕は A です。うわっと、ここで説が壊れました。ねえ、やっちゃいましたね。説はクリストですね、はい、はいはいはい、まあ、逆に僕 D はおでんば天然娘だと思って。そう、あるある、影がねえんだよ、こいつだけ。だからなんか主人公で真ん中でドーンって立って、あとこう後ろにこいつらちょっと離れてる。やばっ、イメージもやばい。メタが細かっ、細かっ、ね、本当は1枚の同じ写真なんだけど切り抜いてこうやってやってるだけで、本当はこいつだけど真ん中でボーンって、あとちょっと下がってみんないるんかなっていうのが。うわ、怖っ、着眼点怖いって。正解は A です。イエーイ、これはすごい。影まで見られるとは思わなかった。これはビビった。荒野の寿飛行隊っていう、飛行隊人間たちがいて、その人間がまあ限られた資源だけでなんとか頑張って生きていこう、はいはい、で、この
飛行機とか操縦してる人は、まあ、空とかから資源を確保しようみたいな感じで奮闘している。まだね、絞れてはいるもん。まあまあそうだね、まあまあ、ね、まあ、確かに、まあ、大体わかるよねぐらいになったね。うん、でも3問目どうぞ。ついに色なしにしてる。何これ、もうこいつ始まったわ。ワンパンマンに出てくるやつ無理やん、こんなの。色なしとか。このアニメの話っていうのが、うん、自分に記憶がない、うん、記憶喪失、うん、だから自分の記憶を取り戻すアニメ。考察してももう意味ないよ。そうだよね。まあまあまあ見た目の話になっちゃう。うん、もう直感で答えるしかないです、うん、じゃあ今度辰木から行こうか。はい、さすがに B。 いや俺ももう理由もいらない。俺も嘘、俺違うわ。これが B じゃなければ、うん、俺はもう出ていく。A。 A。 マジで言ってる。サラリーマンなんですよ。サラリーマン、はい。で、記憶飛んじゃってみたいな。でそのまま気づいたらこの格好になってた。 CD だと俺本当に帰る。帰る。正解は D です。 D? D です。 D? D です。この人です。嘘じゃん、嘘じゃんマジで。このトカゲみたいな見た目をした、この男が主人公です。嘘でしょ。気づいたらこの姿になってて、もう元々の自分の顔とかが忘れちゃった。だから本当の自分を旅で見つけてやるぜみたいな感じで話が進んでいくっていう。説はクリスチョで、うん、だから俺はさせる気ねえの。なんで気づいてるかわかんない。なんで俺もう2問目ぐらいから当てさせる気ねえの。なんで説立証したいんじゃなかったじゃあ4問目いきます。はい、はい、こちらです。知らんってもマジで当てさせる気ないやん。やめよ本当に。もうだからもう終わろ。もうだから途中から途中からいつものね、あの難しいクイズみたいな感じですよね。無理って。このアニメが一番ぶっ飛んでて世界が、うん、これ人間が絶滅した世界がスタートで、うん、そっからもうさらに時間が経過した後の世界観なんだけど、うん、この人たちは宝石の子孫なんだ。 D、 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 A。 なるほど、そう予想してきたか。じゃあ理由聞いちゃおうかな。ダイヤモンド。適当だな、おい。 A がルビー、B サファイア、C エメラルド、D ダイヤモンド。適当すぎんだよ。ダイヤモンドじゃん。ダイヤモンド、もしくはパール、うん、パール、パール、オパール。そらない。まあまあいいよ、別にその、あの物議いらないよ、これ。もはや、もはやいらない。その物議、うん、もはや、ね、こちら正解は B です。もういよいよ本当に終わろう。もう終わろう。もういやいやいや、もうどうでもいっちゃう。もう終わろう。もういい。もうマジ終わりや。もうマジで無理です。これに関しては本当に。もう何を言ってももう取らないから。俺の息はもう取らないから。嫌です。もう遠から先賛成しないから。宝石の国ね。はい、大泉が宝石の国ね。もうやらんから。でも一応次見せてよ。あの店だけ見せて。そう。見せきたもうポンって言ってもポンって答え。次のやつ見せてポンって。どもろさ。これいいの。ポンって言って終わりだよ。あ、そうだね。あ、俺 C。 俺も C だな。これ B。 まあ B か C だな。 C。 はい、次次。え、これなんてアニメ、これなんてメガロボックス。メガロボックス。メガロボックス。これどういうアニメ、これどういうアニメ。これなんかあのボクシングとロボットの融合みたいな。あ、これこいつはロボット。ロボットではない。これはこれ A だ。これ A だ。これは A 以外ないだろ、さすがに。 A です。あー、さすがに A です。これは分かりやすいな。うん、分かりやすい。坂道のアポロ。知らんがな。音楽の学園漫画です。音楽の学園漫画。そう、これ有名じゃね。あ、これ知ってる。俺これ知ってるよ。あ、俺これ知ってるから言わない方がいい。D ですね。これ A だ。 D、じゃあ正解答え。 C です。え、マジで。こっち女の主人公なんだ。そう、メイドインアビスですね。あ、有名なんだこれ。自分の母親が行方不明になってその母親を探す話。うーん、いや面白かったね、みんなね。説はフリッショーですよね。だから説はフリッショーです。無理でしたね。やっぱ見た目だけではむずいんだね。うーん、そうだね、無理だね。非常に和やかな空気で終わりましたが、しばくぞ。本当にお前詫び入れろお前。撤回しろ。俺らに詫び入れろお前。前撮りの部分でタツキが軽く言ってたもうドラゴンボールの時点でちょっともう怪しかったもん。そうそうそうもうすでに怪しかった。それで言ったらこの動画はもうあの時点で積みかけた。というわけでこの
動画面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価、そして通知登録もよろしくお願いいたします。お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイ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 。